はい、今回は、初級講座をやりたいと思います。はい、今ここに切られた場面です。はい、これでこの石を、取りたいという問題ですね。はい、そうですね。シチョウとね、下駄を組み合わせた、問題なんですよね。普通にこうやってシチョウに追っかけるのはね、これで当たりますから、ダメなんですよね。ただここで1と2とやったら、ここでね、3と下駄にかけると。これで、当たりにしてもつないで、こうやってね、シチョウで取ることができます。なので、そうですね、筋悪くこうとかやっちゃうと、こう逃げられてしまいますから。まずこちらから当てて、この時にね、手が止まって、ここにね、打てる、手筋が思い浮かぶようになるといいですね。これは当たりにしても、もうね、捕まってしまいますので、ここの切りをね、これで、咎めることができました。そういう問題でしたね。こういう手が、すぐ実戦で打てるようになれば、初段ぐらいはね、あるんじゃないかなと思います。ぜひね、こういう形はよく出てきますんで、ぜひ、マスターして、もらいたいですね。じゃあ、この問題はこれで終わりにしたいと思います。失礼します。